はい、どうも、マスくんです。今回なんですけど、どん兵衛がなんか2つあったということで、食べていきたいと思います。よろしくお願いします。マスくんです。どうもよろしくお願いします。いやさ、なんでさ、ここまでさ、ラジオ企画をさ、こするかなんだけどさ、もう単純にさ、あれなんだよね。なんか、どうすりゃいいのかな。どうすりゃいいのかなって感じ。ラジオはいいと思うんだけどさ、顔出せないよ。残念なことに。顔出せないんで、終わってるっていう、そんだけ。うん。ちょっと待ってね。これちょっとやらかした。よいしょ。ちょっと待ってね。しばらくお待ちください。おいしょ。おし、来た。食べてくよ。よろしくお願いします。赤いものは先ほど食べるみたいな話だった やり方でしたけど、お湯がちょっと足りないので、今回は2つ食べてからお腹すいたら食べるかもしれない枠でよろしくお願いします。はい。でもなんか、東日本限定とかの方がなんか高そう。勝手に高そうって思う。わかんないね。これ何なの？東日本限定。ダブルだし。本ガツオかける昆布。本ガツオかけるソーダガツオ。知らん。昆布とカツオの違いだって、とりあえず。はぁ、いや、すごく動いただけで疲れるよね。はぁ、やべ、息がさ、もうさ、息がもうゼーゼーしちゃう。もうダメ。ご病気。こんなもん食ってるからなんだけどさ、ほんとに。不摂生の極み。乙女。不摂生の極み乙女。うん、怒られるってね。いただきます。美味しい。うん、東日本限定とかってやつはなんかからしが入ってんね。そういやさ、激辛食べてみたってすごい人気じゃん。俺もうやめたいと思う、それ。もうそろそろ食べれる体じゃなくなってきたって感じなんで、てかむしろもう実害が及んできてしまってたので、実害がね、結構、もうなんか、悲惨な感じなので、ちょっともう、一回やめたいと思う。休止、少なくとも休止はある。よろしく。おほ。うん、うまい。
普通にどっちもうまいんだけど、何が違うんだろう。どっちも同じぐらいの太さだし、麺のあれ、麺もなんか平たい感じだし。味薄い？普通のの方が。それはないでしょ。ソーダカツオのソーダって北海道だっけ？確かそうだったよね。違う？もっとなんか、もっとなんか、全然、関東とか言うぐらいだから、関東地方、ん？東日本か。だから、東北とか北海道も入るんだけど、もっとなんか、近いところを選んでいくのも全然違った。うん、しっかりとこっちは昆布の味がしてね、いいわ。アサウーうまい。あれ、アサウドン。略、アサウー。こっちの方も食べてく。でもそういや、カツオにカツオなんだな。東日本って。ちょっとだから濃いのかな。そういうのあるだか。うん、やっぱあれかな、東日本はなんか濃いね。カツオカツオしてる。よいしょ。スープも飲んでいきたいね。てかカップヌードル系とかさ、ラーメンとかさ、うどんとかさ、そばとかさ、あるけどさ、スープ飲む派？飲まない派？みんなさ、結構分かれると思うんだよね。飲まない派がほとんどなのかな？僕全飲みしちゃうんだよ。しょっぱいの大好きなんで、しょっぱいの大好きなんで、本当に。でもスープの色がもう全然違うわ。
真っ黒と、なんていうの、茶色。うん、茶色。うん、濃さが違う。うん、うん、うまいわ。うまいわ。また最近部屋が散らかっちまった。どうしよう。うん、うん、うまかった。というわけでごちそうさまでした。バイバイ。普通にうまい。どちらとも普通にうまい。がしかし、一つ思ったのは、その関西風っていうのがわからないけど、普通に関東、まあ、関東、東日本限定、東日本限定ってのがある場合は濃いって思っといた方がいい。結構濃いし、しょっぱかった。うん。これは、うん、普通だったかな。華やぐ旨味のダブルだし。というわけで、おつますく、バイバイ。薄めはまあ、昆布の方かな。はあ、お腹いっぱいになったし寝るかな。バイバーイ。